天明の大飢饉。天明の大飢饉とは、江戸時代中期の1782年、天明2年から1788年、天明8年にかけて発生した飢饉である。江戸時代飢饉の一つで、日本の近世では最大の飢饉とされる。東北地方は1770年代から悪天候や例外により、農作物の収穫が激減しており、 すでに農村部を中心に疲弊していた状況にあった。こうした中、天明三年三月十二日、1783年4月13日には、岩木山が7月6日、8月3日には、浅間山が噴火し、各地に火山灰を降らせた。火山の噴火は、それによる直接的な被害にとどまらず、日射量低下によるさらなる例外をももたらすこととなり、農作物には、 壊滅的な被害が生じた。このため、翌年から深刻な危金状態となった。天明2年、1782年から3年にかけての冬には異様に暖かい日が続いた。道も田畑も乾き、時急強く吹く灰により地面は埃が立つありさまだった。空は隅々まで青く晴れて冬とは思えない暖気が続き、人々は 不安げに空を見上げることが多くなった。約三十年前の法暦年間、1751年から1763年の四年、五年、十三年の強作があった時の天気と告示していた。被害は、東北地方の農村を中心に、全国で数万人、推定約二万人が餓死したと、杉田玄白は、貢献層で伝えているが、死んだ人間の肉を食い、 人肉に、草木の葉を混ぜ、軒肉と騙して売るほどの惨状で、ある藩の記録には、在町裏裏、道路死人さんのごとく、目も当てられない不正にてと記されている。しかし、諸藩は、節制の都が、海域などを恐れ、被害の深刻さを表沙汰にさせないようにしたため、実数はそれ以上と見られる。被害は特に道の区でひどく、広崎藩の例を取れば死者が十数万人に、 達したとも伝えられており、調査したものも含めると藩の人口の半数近くを失う状況になった。飢餓と共に薬病も流行し、全国的には1780年から86年の間に92万人余りの人口減を招いたとされる。農村部から逃げ出した農民は各都市部へ流入し治安が悪化した。それ以前の1786年には異常乾燥と、 洪水が起こっていたことも重なり、1787年、天明7年5月には、江戸や大阪で米屋への打ち壊しが起こり、江戸では1000件の米屋と8000件以上の消火が襲われ、無法状態が3日間続いたという。その後全国各地へ打ち壊しが波及した。これを受け、7月に幕府は完成の改革を始めた。幕の確立とともに、各地で 新田開発、高知灌えを目指した事業が行われた。しかし行き過ぎた開発は労働力不足を招き、強引に治水した河川が工作地に近接しすぎることで、洪水を頻発させ、生産量低下の原因にもなった。さらに当時は、田沼を築ぐ時代で、重症主義政策が打ち出され、商業的農業の公認による年貢増調策へと転換され、 地方の諸藩は、犯罪性逼迫の折に、稲作の行き過ぎた症例、結果的に例外に脆弱でったや、備蓄米を復定し、江戸への買い米に向けるなどの失勢が重なった。大凶作の一方で米価の上昇に、歯止めがかからず、結果的に基金が、全国規模に拡大することとなった。これは、国内における、被害輸出と同様の構造である。 また米を作物としてみた場合、当時は耐寒性稲品種が普及する以前であり、本来温暖な地域で生育する作物を寒冷な地域で作付けしたため、気温低下の影響を受けやすく、原作や解無作などの危機的状況を招きやすかった。現在でこそ、コシヒカリなどの霊量地向き品種の作付けが主流となり、かつ例外への対処技術も確立している日本の稲作であるが、当時は、 栽培技術や品種改良技術も未熟であったため、寒冷地での安定した収穫は困難であった。ずさんな計画が原因で、天明初年の新産業政策が失敗し、犯罪性は困窮していた。この失敗の穴埋めのために、天明2年から年貢造町、微光畜米と称する米の教室、農民が一万一のために貯蔵していた米すらも、強制買い上げなどが行われ、 江戸への買い前をし、京藩の商人への借財の返済、犯罪性の穴埋めに回したが、藩内の米は、領民の一冬の必要量には足りずが死者が続した。藩からは、秋田藩領へ調産する者が続出し、一冬で8万人を超える死者を出した。南部藩はそもそも生産性が低く気候条件も悪く、藩の知性も歴代目立ったものはないため、 江戸時代230年間を通して、約50回の協作、飢饉があったと記録されている。これほどの飢饉を経験しながらなお、森岡藩の飢饉対策はお粗末なままであった。天明三年、土曜になっても、山瀬によって、夏でも気温が上がらず、稲の成長が止まり、加えて、台風。 障害によって収穫ゼロという未曾有の大協作となり、その年の秋から翌年にかけて大飢饉となり、多くの合死者を生じた。また、気象不順という自然災害だけに原因があるわけで、なく、農村に対する年貢収集が過熱であり、それが限度を超え、農業における再生産が不可能な状態に陥っていた。結果、七万五千人を超える死者を出した。これは、 森岡藩総人口三十万人の四分の一に相当する。植えた領民は野山の草木や重築を食べ尽くし、領内各所で人肉食の記録が残されている。南部藩の市藩であり、南部藩領よりも北方に位置し、小藩である八の藩は本藩よりも深刻で、天明三年の収穫は実高から九割五分以上の、現。 翌4年も8割を超える減となった。南部本藩も困窮しており、援助は期待できず、天命5年の調査で、藩人口6万5千余りのうち、3万人が、餓死していることが判明。その直後に伝染病が蔓延し、さらに数千人が死亡した。法歴の基金の影響が回復する前に、国役部人の莫大な負担が加わり、極度の財政窮防状態を生じていた。 そのため、天明元年に、海米司法を復活し、年具米だけでなく、上層農民の余剰米をも低価格買い集めて、江戸への買い前をし、犯罪性の穴埋めに回した。海米司法に伴い、軍流が施行されたが、役人の汚職と密輸出が横行し、藩内の米流通が混乱し、米価格の高騰を発生させていた。天明年には、藩札、札を発行し、 強制的に、幕府賞金との引き換えを図ったが、反札は暴落し、領民の困窮が進んだ。応急措置として、他藩、尾張や斎場などからの米買い入れを行おうとしたが、実現でき基金を拡大した。1767年、明和四年より、上杉鷹山による改革が開始され、法歴の基金などの経験から1774年に、備口貯蓄制度を進め、 基金時の事前、当時、事後の対応策が取られた。中でも、天明三年八月には、旧高令により、麦作を奨励した。同時期の近隣多藩は、江戸への開埋を強行していたが、越後と坂田から一万千六百五票、領内人口約十万人が一日に号として、約九十日分に相当する両米を勘入れ、両民に供出した。当時の藩主、 松平定信は、江戸幕府八大将軍、徳川吉宗の孫であり、共作が明らかになり、打ち壊しなどの事態が起き始めると、余裕のあった、分量の越後から米を取り寄せ、また、藍津藩や江戸、大阪から、米、雑穀などを買い集めた。藩内の庄屋や豪農などからも寄付を募り、領民に配給した。定信は農民に開墾を奨励するなど従農主義を取り、 町民に対しては、自らも失踪倹約を説いた。藩を挙げての対策が功を奏し、両民からが死者は、数ととも出さなかったとの言い伝えが残っている。その一方で、なお、定信はその手腕が変われ、後に、幕府の老中に任せられることとなる。異常気象の原因は、諸説あり完全に解明されていない。有力な説は、火山噴出物による日傘効果で、 1783年6月3日、アイスランドのラキ火山の巨大噴火、ラカギガルワレメ噴火と、同じくアイスランドのグリムスボトン火山の1783年から1785年にかけての噴火である。これらの噴火は1回の噴出量が桁違いに大きく、膨大な量の火山ガスが放出された。清掃圏まで上昇したゴミは地球の北半分を覆い、 地上に達する日射量を減少させ、北半球に低温化、例外を正規し、天命の基金のほかフランス革命の永遠となった、言われている。また、天命3年3月12日、1783年4月13日には、岩木山が噴火、浅間山の天命大噴火は8月5日から始まり、後輩は、関東平野や東北地方で始まっていた基金に、 白車をかけ悪化させた。なお、ピナツボ火山噴火の経験から、巨大火山噴火の影響は10年程度続いたと考えられる。しかし、異常気象による不作は1782年から続いており、1783年6月の浅間山とラキの噴火だけでは1783年の飢饉の原因を説明できない。 大型のエルニーニョ現象が1789年から1793年に発生して世界中の気象に影響を与え、天命の基金からの回復を妨げたとの説もある。当時の詳細を後世に伝えるために記した石碑昭和63年1月16日、青森県史跡指定が西暦1785年。 天明5年は青森県八戸市内の対泉院に混流された。両費の裏面には、天明の大飢饉における当時の八戸寮内の天候や作物の状況、食生活、餓死者や病死者の数、放火や強盗といった治安悪化の様子、飢饉で得た教訓を後世に伝える内容が記されている。かつて人肉を食す様子を記した部分が存在したが、意図的に削られている。 削られた時期は、当時の八の平良領主に対して配慮し、混流ごまもなくとも、明治時代とも言われているが、正確な時期は不明。新州禅光寺大肝人表大門の手前にある、法上池は、時の第79世肝寿、当淳大僧上が、天明の大基金において禅光寺貯蔵の米麦を放出して、民衆を飢餓から救済、当淳の恩に感謝した人々が集まり、 極楽への道筋を可視化するために掘った池と伝えられている。江戸幕府、人別調べ、関山直太郎による参考までに、霊下となった1993年と、猛暑に見舞われた1978年、1994年、2010年の気象書条件を示した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。